はい、心理カウンセラーの南優太です。今日はですね、自分のいい面もちゃんと見てあげましょうっていう話をしたいと思います。僕はセラピーの仕事してますし、まあ大体セラピーの業界ってね、その人の暗い面を分析するとか、まあ好きな人多いですよね。あの闇を見るっていうか。で、確かに自分と向き合う上で、自分が今まで見てこなかった一面に向き合うってすごい大事だとは思いますし、僕はよく言ってる感情恐怖症って言ってね、自分が子供時代に抑圧したりしないといけなかったありのままの感情を取り戻すためには、やっぱりそれをこう見たいけど見るの怖いって気持ちが湧いてきて、ついつい遠ざけちゃうみたいなことってあるので、まあ、そういう意味では、まあ、こう遠ざけてきた感情に意識をこう向けていく、ちゃんと見てあげるっていうのはすごく大事なんですが、実は、これはね、僕らの業界、セラピーの心理療法の業界でも、割と最近トピック、メイントピックになってきつつあることの一つなんですけど、あのね、セラピストが闇ばっかり見てると、クライアントが自信なくしていたりとか、セラピーに客なくなっちゃうみたいなこともね、あるんですよ、実はね。もっと言うと、セラピーの中にも、積極的にクライアントの闇の部分見ていきましょうみたいな、やや強調しがちなセラピーの流派もあります。で、それと対極に最近出てき始めてるのは、まあリソースとか言われたりしますけど、別にその人の中の元々持ってる資源ですよね。それに、こう、精神病理とか葛藤に支配されていない領域、その心の中でね。別に、例えば、あの、アダルトチルドレンだからって、その人の全部がアダルトチルドレン的じゃないんですよね。愛着障害だからといって、その人の全部が愛着障害じゃないし、その人の愛着の持ち方が全部障害を被ってるみたいな話じゃないんですよね。つまりその人の中にはよくね、こういう表現があって、人の心には暗い地下室もあれば、光の差し込む窓もあるという表現が僕と大好きで、セラピーの中にはそのね、闇を見ましょうという、闇と向き合うのがセラピーです。自分と向き合えみたいな、ちょっとややスパルタなセラピーもあるんですが、そういった対局に、ちょっと優しい、まあ僕はそれも好きなんですけどね、人の心の中の光の差し込む窓、耕されてない荒れた畑だけじゃなくて、耕されてる畑の部分、闇だけじゃなくて光の部分にもちゃんと目を向けましょう。で、もっと言うと、さらに言うと、僕らは幼少期から、光の部分をちゃんと見てもらえてきてないんじゃないでしょうかってことなんですよね。そして、光の部分を見てもらえないこともまたトラウマになるんだってことなんですよ。これ実際僕セラピーしていてもすごく感じるんですが、僕やっぱりセラピストとして訓練を受けてきた中で、やっぱりその人の防衛とか不安とかね、中核患者のこのトライアングルを見ていく、その人が要するに、どんな感情を抱えていて、それをどんな風に恐れていて、それをどんな風に避けてしまうのかというのをちゃんと見ていかないと仕事にならないので、その人をサポートすることにならないので、まあ見るんですけど、それってね、ちょっとリスキーなんですよ。だから僕もう一個の方法もね、合わせて持ってないといけないと思ってて、そうやって訓練を受けてきてるんですけどね、両方持ちましょうって言って。だからどういうことかっていうと、人の防衛を 見ようとするということは、たまにね、誤解が起きるってことなんですよね。その人が本気で本音で言ってくれてることで、ことを裏があるんじゃないかって疑ってしまうことになりやすいってことなんですよ。そういうリスクをはらんでるってことですね。もちろん、話し合えばちゃんとそこの誤解が解けていくことが多いですが、たまにそういうリスクを、が、本当にこう実現しちゃうっていうんですかね、それで傷つけてしまうとか、ちょっと今の違いますって言われちゃったりすることはもちろんあるんですよね、人間のコミュニケーションですから。で、もちろん僕も悪気なくて、なんかセラピストとの仕事をしようとして言っただけなんだけども、本人からすればそれが実は後々ね、わかるのは、すごいトラウマになってたことが、と繋がってしまう。それで嫌だったみたいになってるっていう人も結構いたんですよね。今もいらっしゃいますけどね。そういう人も、そういう内容を持ったクライアントさんも今もいらっしゃるんですが、それはもっと聞いていくと、まあこれ僕自身もあったんですよね。つまり、自分が親に対して自分なりの意見を言ったつもりなのに甘えてるんちゃうのとかね、言われた経験ありませんか？つまり、もっと言うとそれは、あなたが今言ったことを私は本当だとは受け取ってませんって意味なんですよ。つまり、もっと他に思っている怠惰な考えをあなたは隠してるだけで、それをカモフラージュしてるだけであって、あなたが今言った意見は一丁前のこと言うてるけど、実際には嘘でしょみたいなことを言われてるに等しいんですよね。そういう経験ないでしょうか？これって、僕が意見したことって本心本音で言ってるんだけど、それを言われ続けると、やっぱすごく傷つきますよね。受け取ってほしいのに、本音で喋って心開いて喋ってるのに、それを受け取ってもらえないってトラウマになるんですよね。しかもこれ僕ね、幼少期というか、青年時代ですけど、繰り返しそれ実はされてきてるんです。まあ、されてきてるってあんまりね、相手を悪者にして、わーって言いたりとかそういうわけじゃないんですが、実際そういうことは体験してきてるんですよね。で、そういう体験をしてきたクライアントさんも結構多いんですよね。
多分見てくださっている方の中にも覚えが、身に覚えがあるんじゃないかと思うんですが、あなたが本当に真剣に伝えた話を、防衛なんじゃないかと思われたり、投影してるよって言われたり、AC だからでしょって言われたり、なんか、こう、診断されたりとか、裏があるんじゃないかっていうふうに分析されたりとかって、疑われている体験になるんですよね。信じてもらえないという体験になるんですよね。ちゃんと自分が、光の部分から発したものを、光として認めてもらえないという体験は、どういうふうに後々響き、インパクトとして出てくるかというと、自分の光って多分嘘なのかなとか、あ、光だと思ってたものってこれ違うのかなみたいなね。おかしいかなとか、あかんのかなこのままではっていうふうに、あなた本来のありのままの感情表現を否定され続けた結果、ありのままの自分に自信が持てなくなるというトラウマがあるんですよね。自分のポジティブな感情、喜びとか楽しいとか好奇心を出した時にそれを潰される体験とか、真に受けてもらえない体験をした結果、自分の喜びや楽しさを表現することでブレーキかけちゃうようになるんですよね。だからセラピストが、僕はこう考えてます。セラピストがクライアントさんの中の光の部分を探すことってものすごく重要なんですよ。ものすごく重要で、そのクライアントさんの中の確かにね、こう、暗がりになってる部分っていうんですかね。こう、怖くて遠ざけちゃってた、封印してた部分に一緒に目向けていきましょうってやるのもすごく大事なんだけど、クライアントさんたちって別に全部が病的じゃないので、健康な部分いっぱい持ってるんです。もうこれいっぱい持ってるんですよ。健康な部分とか、なんか素敵な部分とか、本来の自分、中核感度ですよね。で、生きられてる部分とか、いっぱい持ってるし、セラピーの中でも良くなってきたら、中核感情から生きてる、そのありのままの自分で生きてる部分、時間って増えるし、セッション中も別にね、悪くなってる話だけされるんじゃなくて、良くなってきた時ってやっぱ良くなってきた話増えるんですよね。でも、良くなってきてる部分もあれば、まだ悪い部分もあった時に、さっきどっち注目しますかっていう話なんですよ。だから、セラピストが闇を見ますよって訓練ばっかり受けてきてたら、こっちしか見ないんですよね。だから、こっちばっかり見るという、この姿勢そのものが、その人が過去に受けてきた、光を見てもらえずに闇ばっかり見られるっていう親子関係の上塗りになってしまう。無意識にそれを上塗りしてしまう可能性があるし、もっと言うと、こういう闇を見るセラピーに惹かれすぎるセラピストは、もしかしたら自分自身が闇ばっかり見られる親子関係にまだ愛着の問題を抱えている可能性があるっていうことでもあると思うんですよね。だから、光を見てもらえる体験ってすごく心にとってプラスになるんだってことをぜひ強調しておきたくって、少なくとも僕はそういうセラピーの訓練を受けてきたし、それこれからも受けていきたいと思ってるし、そういうセラピーが好きなんですよね。だし、人の役に立つと思ってます。だから、その人にまだ良くなってない面と、もう良くなってきてる面があって、まだ良くなってきてない面の方が、たとえ前面でテレビ見えても、人はこっちに注目されることで元気になることもとってもよくあるんだっていうことを、もう強調してもしすぎじゃないぐらいの、それぐらい大事なことなんてことをね、ちょっと伝えたいし、これはあなたが自分自身と向き合うときにもすごく大事な発想だと思っていて、あなたの中のいい面とか素敵な面、そのいいっていうのは、そのなんかこう、自己否定につながるのがいいじゃないですよ。その例えば、あなたの中で人のために自己犠牲してきた人生だったと。で、それはすごく共依存だったと。自分の無価値観から目をそらすために、寂しさから目をそらすために、それをしてしまった面もあったかもしれないですが、それをね、例えば、なんかよくね、この SNS とか見れたら、いろんな情報流れてきた中にね、自分から逃げるな、みたいな。共依存をして問題から逃げ続けてたらそれは変わらないですから、しっぺり得ですよね、みたいな感じの言葉とか、自分と向き合いたくないんだったらもういいです、みたいな感じの結構マッチョなスパルタな意見がない情報、なんか SNS が見てたらよう流れてくるなと思うんですけど、そういう表現って一つの角度からの表現でしかないのわかりますかね。もっと別の表現から見ることもできるんですよね。確かに寂しさから共依存だったかもしれないけれど、本当にそれだけだったですかっていう、お父さんやお母さんとか妹やお姉ちゃんやお兄ちゃんや弟やおじいちゃんおばあちゃんのことを愛していて仲良くしようよっていうあなたのピュアな愛情がそこにちょっとでもなかったですかとか、共依存関係の中でも24時間365日全部共依存だったですか、1時間でも2時間でも一緒にディズニーランドで楽しんだ時間とか、一緒にカフェ行って笑い合った時間とか、なんかちょっとした天然ボケに笑い合った時間とかなかったですか、本当にあなたの親子関係、家族関係は悪いところでトラウマばっかりだったんですか？
愛に溢れた時間一個もなかったですかっていうことを探していったら見つかる人も結構多いはずなんですよね。僕自身もすごくよく見つかります。愛された記憶、誰かを愛していた、愛し愛されていた記憶、誰かの幸せを心から願った記憶、誰かや何かに優しくした記憶、優しくされた記憶、誰か大切な人に助けてもらったり、助けた記憶、そういう、いうのを、まあ、いい面っていうんですね。肯定的な面。そういうのを、共依存とか、AC とか、愛着障害とか、言葉だけ自分にラベル貼ったら、なんかちょっと見えにくくなる効果ありませんかねっていうことなんですよね。でも、それもすごく本来あなたの素敵な面で、大事にしたらいい面じゃないかなと僕は思っていて、だからセラピーっていうのは僕にとっては、闇と向き合うだけじゃ不十分、むしろ不十分で、最終的にはその人が、これからと今ここと、かつてあの時の中の全てのところで、理想を言えば全てのところで、自分の良い面とか、こう肯定的な一面にも気がつけるように支援するのが、こそがセラピーだと思うんですよね。それが自己肯定感になっていくんだろうと僕は思う。それはいいとこ見たら自己肯定が上がるでええっていう話じゃないですよ。そういう、こう、愛し愛されたとか、愛、優しさ、ね、希望、勇気、誠実さ、献身性、そういう、こう、人間の普遍的な光の部分にもちゃんと目を向けて、セラピーしていきたいし、あなた自身も自分に対してそういう眼差しを、こう、育んでいただきたいなと思うんですよね。で、闇を見ることもすごく大事だけど、闇見るときも光を持って見るみたいな、それぐらいの気持ちで十分というか、闇見るときもね。だからそういう、こう、精神で自分自身とも、向き合っていただきたいな、向き合うという言葉の意味がいつかそういう風な意味合いに書き換わっていったらいいなって僕はそう思ってるんですよね。はい、ちょっと長々とお話ししてきましたが、あなたの、過去の、そして今ここの、そしてこれからのことを考えたときに、セラピーで自分と向き合うであったり、私は愛着障害 AC だ、共依存だ、という言葉を自分に貼るであったり、そういった時に自分の肯定的な一面、良い面を、見逃してしまう罠にハマってませんかっていう。それから、ちゃんとそこの思いをちゃんと見てあげて、肯定的な一面を見る目、優しい眼差し、太陽の、眼差しですよね、を育んでいきませんかというお話でした。何か思ったことあれば、ぜひコメント欄で教えてください。今日もありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。概要欄のリンク先から公式 LINE や無料メルマガへご登録いただけますので、ぜひそちらもご覧ください。